皆さんこんにちは、はなです。ごめんね、これ携帯カメラじゃなくて携帯で撮っちゃってるんですけど、ちょっと短い動画作りたかったです。なんか今日何の宿題とか何の勉強しているのかについてちょっと話したかったです。今今学期の最後の1週間でめちゃくちゃ疲れていて、やる気がほとんどなくなっちゃって、ちょっとみんなに説明したらもうちょっとやる気出るかなと思ってた。今は3時半ぐらいで、今朝翻訳の授業と韓国の授業に行きました。でその後昼ご飯食べてから昼寝しましたでこれからちょっと真面目に勉強しないといけないです。今日の韓国語の単語の、テスト7点取りました。10点の中、まあいいけど、で今からやらないといけないのはこのなんか翻訳問題と、あと省エネルギーについての作文と、日本語の言語学部についてのなんか英語のレポートもあって、であとなんか日本の政治が作った、日本語スピーチコンテストに出るので、まあ出たいので、今日なんか、電話面接、電話インタビューがあって、でそれ日本語なんでめちゃくちゃ緊張してるから、それにちょっと準備したいなと思ってた。でそのスピーチコンテストは、私は、神戸大学にいた時なんか、修了論文みたいなことみたいなやつ書いて、でそれはずっと日本語で、なんかイギリスと日本のテレビコマーシャルの女性の役割を比べる論文で、今回はそれをスピーチにするつもりです。なので今日はそれについていろいろ聞かれると思う。あと25分でそのジャパンファンデーションの方が電話するので、結構緊張してますが、6時半まで日本語で独り言したり、さっき書いたメモを読んだりして準備します。めちゃくちゃ緊張してるけどきっと大丈夫、なんとかなるよね。私の日本語の発音はね、だいたい結構いいと思うけど、まあイントネーションとかなかなかなんとなくできると思うけど、たまにちょっと、言葉がなんかなんて言うんだろう、むしゃむしゃじゃなくてごちゃごちゃ、何の犠牲を使えばいいかわかんないけど、なんかわかるかな、ちょっと分かりにくくなったりして、わかるかな、これ大丈夫かな、ちょっと話そうか。日本のテレビコマーシャルにおいて女性がどのような役割を果たしているのかについて、述べたいと思います。まあいいか、頑張る。はぁ、電話インタビュー終わりました。うまくいったかどうかあんまりわからないな。ちょっとぎこちなかったかも私まあいいや、終わったし。12月の10日ぐらい結果を聞いて、でインタビューがうまくいったらそのスピーチコンテストのファイナルに弾けるということです。どうだったかな。疲れてる。でも宿題まだある。バイバイ。